命なんだから。使命っていうのは仕方なく受け止めるもんじゃないと思いますけどね。でもそれを仕方なく受け止めてる冴内さん尊敬します。いやー、ちゃんと正義の使命感に燃えてやってるヒーローの方がよほど立派だとは思うけどね。そんなやつは暇人なだけですよ。仮面ライダーだってウルトラマンだってそれが本業じゃないですか。暇なんですよやつらは。何も事件が起きなかったら基本的にプラプラしてればいいんだから。私たちは違う。私たちは会社員という本業があるんだから。私たちの方が偉い。そうなのかな。そうですよ。なんか今未来が明るくパーッと開けました。どんなヒーローよりも私たちが偉い。そうだ、バットマンなんて金持ちの道楽、スパイダーマンなんて学生のいじめられっ子、私たちが一番偉い。ほう、さっきまで練炭自殺しようとしてた女とは思えないね。もう大丈夫ですよ冴内さん、帰ってください。コンビニでも買い物行くって出てきたんでしょ。正解。じゃあ俺夜は東京帰るけど、やめてよ自殺とか。任せなさい。